ゃあよろしくお願いします。お願いします。この間は確か診断の途中やったんですよね。肺炎の。はい、肺炎のちょっと診断のところをまた、画面の共有をしたいと思います。前、話したのは確かレントゲンの話、これしましたね、確かね。そう、見極められないは素人が露呈しました。だからそれ、レントゲンも、その、まあ、前の話でちょっと復習しますけど、診察とかをして、で、まあ、疑いつけてからレントゲン見ないと、毎日毎日レントゲン見てる、まあ、先生ならまあ問題ないですけど、そうじゃない人はどこが異常なのかわからないっていうね、こういうその、左のようなレントゲンとかだったら、どこが異常なのって、ここだっていうのがわからないっていうことがありますよっていう話をしたと思うんですけど、まあ、レントゲンはもうこれでいいとしましょう。で、他の検査として、血液検査。まあ、血液検査だけじゃなくって、他にも肺炎の場合は、尿検査をしたりとかもします。これ尿は、検査でわかるんですか？肺炎が？尿検査でね、菌が分かったりするんですね。血液検査は2種類あって、1つは、まあ、炎症が起きてるかどうか。ここに今、白血球っていう文字が見えてると思うんですけど、この白血球が、まあ、1万とかなってるかどうか。ね、基準がまあ9000ぐらいまでが一番上限ですけど、それ以上になってたらおかしいって思いますし、で、あとは CRP っていうね、炎症反応の指標がまたあるんですよ、それもね。そういうのが上がってないかどうか。あとは、まあ、血小板っていうのが落ちてないか。減ってないかどうかとかね、見るわけです。で、これで炎症の状態がどれだけひどいかっていうのを見るわけですね。で、その他にも、そうですね、免疫反応っていうのを見て、血液の中の白血球の、まあ、特別な、分類、リンパ球であるとか、あとはそのリンパ球が作る抗体であるとかっていうのを見て、まあ、特定の細菌に対する抗体ができてるっていう時は、その細菌がいるから、その体の中にいるから抗体ができてるわけだから、あ、じゃあこの肺炎は、例えば肺炎、球菌性の肺炎だなとかいうことがわかるわけです。で、そういう検査をしてます。あと、尿でも同じように、その抗体が出てくるんですね。体の中に溜まっているものがね、もう尿として排出されるので、それを見て、その抗体を検査できて、菌が分かるっていうことがあるんですね。ただ、抗体が出てくるのが、まあ、早くても3、4日してから。なので、感染して、まあ、肺炎になってすぐには分からないんですよ。炎症反応はすぐ分かるんです。白血球とかも1日で上がってしまうので、熱が出た。で、白血球見たら1万ぐらいになってる。もしくは1万5000とかになってる。これなんか、その細菌性の炎症を起こしてるかもしれない。っていうのはすぐわかるんですね。で、ここで、今、細菌性のって言ったのは、白血球が8000とか9000とか正常値。でも熱が出てることがあるんです。それはね、ウイルス性、風邪みたいな時は上がらないことが多いんですね。白血球はウイルスと戦わないってことですか？戦ってるんですけど、特定のリンパ球の中の一部だけが戦ってるので、総数が増えないんですよ、あんまり。全面戦争してないんですか？ウイルスって、
そうですね、あの数増やして殺せるものでもないので、細菌とかだったら、ですね、甲虫球とかそういうね、直接食べる、その細菌を食べてしまう細胞を増やすことで潰していけるんですけど、そのイメージですね、白血球というか。ウイルスってそうじゃないので、そうなんですね、なので抗体っていうのを作れるものをどんどん出してとかいうふうなことになるんですね、なので白血球増えないこともよくあるんです、へー、なんていうものを血液検査で見てます。なるほど、あとまあまあ血液検査っていうか、その、検査ですね、尿も含めたね、検査とかで見てます、あれすいません、肺炎って、細菌でも発生するし、ウイルスでも発生するし、とにかく肺が炎症になったものをすべて肺炎という。そうです、そうです。なるほど。だから、まあ、ちょっと最初の方に戻りましょうか、一旦。肺炎の原因っていうのは、まあ、細菌もウイルスも、まあ、好酸菌、これ結核、代表的なものは結核ですけど、結核とか、あと、カビとか。でも起こるし、でウイルスの反応によって今度は、アレルギーみたいなことが起こる、でそれで炎症が起こることもあるし、放射線でも起こるし、いろんな理由があるんで、炎症やったらもう全部肺炎なんですよね、思い出しましたそれででもまあその細菌性のものが一番多いわけですよ、一般的には細菌性のものなんですよね、でその原因を知らないと抗生剤、どの抗生剤選んでいいのかわからないので、原因を調べるために痰の検査をしたりとか、ここの検査で細菌学的な検査をするわけです、この細菌学的な検査っていうのは、その肺炎になってるっていうことは、肺から出てくるものにもそのばい菌、まあ細菌ですね、細菌がいるだろうということで、検査をするわけです。でしかもひどくなってる人だったら血液中にもその細菌は入り込んでるでしょうから、血液を見たりとか、あと尿にも入り込んでる可能性ある。で、尿の場合は、でも入り込んでるっていうよりも、これは鑑別診断、その肺炎と区別するために取るっていう役割もあります。まあ、その女性とかだったら、膀胱炎とか多いので、熱が出てる原因が、本当に肺炎なのか、それとも違うところなのかっていう意味でも、尿を取ったりとかもします。なるほど。これ痛くない検査だから、だからね、痰にしても尿にしても取れるものはパッと取って、なるほど、するっていうんですね。なるほど。で外来だったらそれぐらいなんですけど、入院してる患者さんで人工呼吸器をつけてるような患者さん、そんな人の場合はその痰をね、その吐いてくださいって言っても、出してくださいって言っても出せないので、そういう方の場合は気管支鏡検査っていうのをするんですね。で前人志さんがちらっと話をしてくれたその胃カメラの肺板ですよ、気管支ってね。でこんな細い、こんなって写真じゃわからないですけど、そうですね、5ミリぐらいの、直径5ミリぐらいの細いやつですね。で、肺を見ていきます。で、まあ、その挿管されている人、もちろん寝かされている人なので、でそういう人はそのまま気管支鏡ってしますけど、気管支鏡検査って起きてる人でもできるんです。痛そう。そうそう、痛そうでしょ。だから麻酔するんです。喉に麻酔していって、でどんな気持ちになるんだろう気持ちっていうか
咳が出ますね。うん、麻酔するとき、最初の麻酔で咳がやっぱ出ちゃうんですよね。咳を止めるためにどんどん麻酔をして、入る、その気管支鏡が入ってしまうと咳が出るので、入る前にどんどんその、麻酔をしていきます。だから最初、検査をする前に喉にスプレーで麻酔をして、で、喉開けてもらって、で、気管支鏡を口の中に入れた状態でまた麻酔をして、で、通、そこの麻酔したとこ通ったらまた麻酔してって言って、どん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 深くしていくわけですね。きぃーで、5ミリでしょ？ 5 ミリ。5ミリです。結構太いよね。うん。これ意識あるんですよね、患者さん。意識ある状態でもできます。やだな。やだな。でも意識ある状態でするのは、肺炎の時はそんなにしないですね。あ、で、もう意識ない寝てる状態ってことですか？そうそう。肺炎の時は、その、咳をして痰を出せることが多いので、意識ある人ってね。で、気管支鏡検査は肺炎だけじゃなくて、まあ、前のシリーズでも話したその肺がんの診断とかにも使うので、そういう時は起きてすることもあります。で、その診断ですけど、こっち口、この下が口ですね。うん、口からずっと入っていって、最初に、気管支に分かれるところ、その気管から気管支に分かれるところが見えます。気管分岐部っていうんですけども、うん、そうすると、こっち右、こっち左なんですね。うん、で、右側に入ると、右は3つに分かれているので、最初にこの入り口が上と真ん中と下に分かれているところが見えます。うん、で、これを上側に行くと上が3つに分かれているのが見えるわけです。うんうん、で、ここまで見えて、この中、もう1段階ぐらいまでは見えるんですね。うん、それ以上は見えないので、そこに突っ込んだ状態にして吸引するわけです。うん、そうすると、そこにある痰が吸えるわけですね。うん、これの、その、まあ、有利な点は、口の中とかを通って痰が出てこないので、そこにある、その、まあ、コンタミしてないって僕ら言うんですけど、うん、口の中の細菌に汚染されてない、肺炎の原因になってる菌が見えるわけです。うん、なるほど。僕はこういうの全部、まあ、何回も何回もやってるうちに覚えていくんですけども、どこが何番で、でこれ何番でっていうふうに。これってその手前までのいろんな検査によって、うん、大体 B の6ぐらいのところが炎症を起こしてそうだなっていう、目処をつけてから入っていくものなんですか？そうですね。レントゲンでも大体の場所が分かるので。っていうふうにして、まあ、気管支鏡でサンプルを取ってきます。すげえな。予想以上に洞窟感がある。うん、で、顕微鏡で直接見るっていう検査もするし、うん、で、培養して、うん。なるほど。で、培養すると、今度は、抗生剤に強い菌なのかどうかっていうのも調べることができるんです。うんうん、どの抗生剤に弱くて、どの抗生剤に強くてっていう。その抗生剤 を含んだところに置いておくと、ある特定の抗生剤ではその細菌が増えないとか、うん、ある特定の抗生剤では増えるとかいうのが分かるので、増えるその抗生、増えるような抗生剤を使っても効かないわけですよね。うんうん、そういうので、どの抗生剤使ったらいいかっていうのが分かるわけです。
最初の細菌検査ですけど、うん、取ってきたやつを、まあ、プレパラートに直接塗って、うん、直接見るわけです、うん、学生時代から触ってないプレパラート30年ぶりぐらいに聞いた単語プレパラート確かにプレパラート、そうするとこのブドウ球菌、これはそのブドウ球菌ってね、ブドウの房状に見えるから、うんうん、ブドウ球菌、でこれは腸内細菌用って書いてますけど、こういうふうに細長く見えるのはその大腸菌が多いんですね、うん、で酵母のようにこういうふうに見えたりというので、うん、大体のあたりをつけるわけです、うんうんうん、でもこれは大体のあたりでしかないので、うん、抗生剤が効くかどうかっていうのを含めた培養をしていくわけですね。それを分離培養して、で細菌によってはその空気中 の、 その空気にさらされると育たない細胞っていうのもあるので、うん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 、そういう場合は嫌気培養っていうのをしたりとか、うん、あとはちょっとこれかなり特殊ですけども、微光気培養っていう、あまりその酸素を与えない状態で、なるべく酸素少ない状態で細胞、細菌を増殖させるとかいうふうにするんですね、うんうん、これ僕ここで何が言いたいかっていうと、早くても抗生剤の感受性検査が出るのって3日かかるんですよ、うん、3日っていう、3日っていうのは、当日は、まあ、1日目で2日目3日目2日間だから結果が出ないわけですね、うんうん、肺炎になっている人2日間ほったらかしにはできないんですよね、うん、っていうことは何の菌かわからないけど治療始めなきゃダメだっていうのが普通なんです、うん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 、ギリーさん、これそれって何、肺炎の人を2日間置いといたらかなり進行しちゃいますせっていうことなんですか、うん、そのそうですね、肺炎になるっていうことは、もうその細菌に対して自分の体の免疫力は負けてるんですよ、そっか、うん、どんどん進んでいってしまう可能性があります、うん、そっか、バイバイゲームで増えちゃうから、うん、そうそうそう、進行しちゃうってことなんですね、うん、2日間手をこまねてると、そうです、うん、その、うん、その2日間はどういう診断もするかってお医者さんの腕の見せ所っていうか、問診とか触診とかその培養する前の情報で決めなきゃいけないってことなんですよね、そうなんですよ、そうなんです、うん、で昔はそれが腕の見せ所だったわけですよ、うんうん、でも今の時代そんな腕の見せ所なんていうそんな職人芸の話をしてるとダメなんだ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 、肺炎ってその普通の開業医さんでもしょっちゅう出会う、うんね、その状態なので、うん、誰でもある程度のその一定の、治療ができるようにしておかないと、うん、まあ、ダメですよね、そのダメですよねって言葉がちょっと簡単すぎて申し訳ないんですけどまあダメですよね、うん、ダメですね、まあ、いや